ニールス・ボア研究所、ニールス・ボア研究所は、コッペンハーゲン大学の研究機関である。研究分野は、天文学、地球物理学、ナノテクノロジー、素粒子物理学、量子力学、生物物理学と広範囲にわたる。この研究所は1921年に、理論物理研究所として設立された。1914年に、コッペンハーゲン大学の教員となった、 理論物理学者、ニールス・ボアが、1916年の教授就任時より研究所開設の単願をしていた。設立資金の多くはカールスバーグ醸造所の事前団体からのもので、後にロックフェラー財団による支援を受けるようになった。1920年代、1930年代において、この研究所は原子物理学、量子物理学研究の中心地であった。 ヨーロッパ中さらには世界の物理学者が新しい理論や発見についてボーアと相談するために研究所を訪問した。コッペンハーゲン解釈はこの期間にこの研究所で行われた研究から名付けられたものである。ニールス・ボーア生誕80周年の1965年10月7日に正式にニールス・ボーア研究所と改名された。 1993年1月1日、同じ大学の天文観測所、エルステッド研究所、地球物理学研究所と合併したが、新しい研究所の名前は、ニールス・ボーア研究所のままとなった。ニールス・ボーアインスティチュートメダル正面ニールス・ボーア、インスティチュートメダル裏面2010年のニールス・ボーア、生誕125周年を記念して、ニールス・ボーア研究所名誉メダルが設立された。 この賞は国際協力と知識の交流というニールス・ボーアの精神を引き継ぐ特に優れた研究者に毎年贈られる賞である。受賞者に贈られるメダルはデンマークの彫刻家リッケ・ラーベンによって作られた。正面にはボーアの肖像と原子を表すマークと星が刻まれている。裏面に刻まれたイラストはボーアの次の言葉をイメージしたものである。私たち人間が 最終的に依存しているものは何だろうか私たちは自分の言葉に依存している。私たちは言葉によって中断されている。私たちの使命は他の人に経験やアイデアを伝えることである。理面に刻まれたユニティオブナレッジは1954年にコロンビア大学でボーアが行った講演の題名である。ノステ イプサムは、ラテン語で、何時自身を知れという意味で、デルポイのアポロン神殿に刻まれた格言からの引用である。受賞者、エイブラハム・パス、フィジクス・イン・デンマーク、The First 400 Years, ー e レクチャーデリバードマーチ6、1996, reprintedatnobelpriz.org, e フェブラリー二十21 2002ボーアインスティチュートインジョーエルハイルブロンザオックスフォードコンパニオンツーザヒストリーオブモダンサイエンス ISBN から零一九九七四三七六六ピアニッシモ103から104エクサープツアベイラブルアットグーグルブックス ABC プロフェッサーイグナシオサラックリシブスザニールス・ボーアインスティチュートメダルオブ・オーナーニールス・ボーアインスティチュートジャニュアリー、9? 2013デオ・コドノフ・リシブス・ザ・ニールス・ボア・インスティチュート S ・ファースト・ノラリー・メダルニールス・ボア・インスティチュート21ジューン2010アンドレ・ガイム・リシブスニールス・ボア・インスティチュートメダル・オブ・オナーニールス・ボア・インスティチュート8ディセンバー2011ファビラ・ギアノッチ・リシブス・ザ・ニールス・ボア・インスティチュート S ・オノラリー・メダルニールス・ボア・インスティチュート 1、ノーベンバー2013、ジェロームチャッポラズリシブスザ、ニールス・ボア・インスティチュート、S メダルオブ・オーナー、ニールス・ボア・インスティチュート、26、ノーベンバー2014、ブライアン・シュミットリシブスザ、ニールス・ボア・インスティチュートメダルオブ・オーナー、2015ニーーニー、T フーフ、ニールス・ボア・インスティチュート、29、ジャニアリー2016、ジェラルド・ T、夫婦とリシブスザ、ニールス・ボア・インスティチュートメダルオブ・オーナー、 2016ありがとうございます。